東京都小平市にお住まいの皆様、絵画こと買い取りプロ修華道金子でございます。今日は小平にお住まいの方にですね、美術品のご相談がございましたら、ぜひ私ども、絵画こと買い取りプロ銀座の修華道までご連絡をということでご案内をさせていただいております。小平というところはですね、大化の木彫の作家平口田中さんの美術館もございますけれども、私どもも平口田中さんの木彫があればですね、毎回あちらの小平の方の美術館まで行ってですね、で弘子さんにお願いをして鑑定をして、また引き取りに行くということで、小平の方はですね、本当にしょっちゅうお伺いしております。で、私自身もですね、ちょっともう子供が大きくはなってきたんですけども、少しちょっとこう萩山の方にですねある病院にもですね、何度か小さい頃通ったりもしまして、私自身も小平に非常にこう馴染みを感じております。萩山のあたりもですね、自然が本当に豊かな町でございますし、大きなブリヂストンの工場があったりですとか、小平というのはそういった自然環境、住環境が素晴らしい部分とですね、ちゃんとしたそういう大きな施設もあるということで、私も非常に憧れている町の一つでございます。ぜひ仕事でですね、小平にもお伺いしたいと思いますので、私どもにぜひご用命をいただきたいと思います。絵画骨董買取プロ、こちらのフリーダイル 0120-126 骨董までお電話をください。小平まで西武線で行くもよしですね、車で伺うもよし、1時間ちょっとでお伺いできると思いますので、ぜひご用命いただきますようにお待ちしております。